一村一山は、かつて、東日本旅客鉄道が、上野駅土合駅間を、東北本線、高崎線、上越線経由で運行していた、臨時快速列車である。JR 東日本が主催する、ウォーキングイベント、駅から、ハイキングにタイアップした列車で、列車名は、JR 東日本高崎支社による。 上越線観光のキャッチフレーズ、市村人山上越線に由来している。低頻度の運転ながら、使用車両である183系電車には専用のイラスト入りヘッドマークが用意されていた。駅からハイキングの開催日や上越線沿線でのイベント実施日に合わせ、毎年7月と9月に1日ずつ、一往復設定されていた。ドア駅は、 構造上を折り返すことが不可能なため、土合駅、石田機関を改装運転していた。上野駅、赤羽駅、浦和駅、大宮駅、上尾駅、桶川駅、北本駅、河野須駅、熊谷駅、深谷駅、本庄駅、高崎駅から、新前橋駅、渋川駅、沼田駅、水上駅、土合駅設定当初は、JR 東日本新前橋電車区所属の1 6 5系で運転されていたが、 2003年から2012年までは、大宮総合車両センターに所属する1 8 3系が使用され、2013年から2014年まで、新潟車両センターに所属していた4 8 5系電車が使用され、2015年は、大宮総合車両センター所属の1 8 5系電車200番台が使用された。ありがとうございます。